リアの貴族についてお話していきます。荒れ地の上に集落を作ってる暮らしてるんですよ。オリオン座の形と同じような集落を作っている。貴族の伝承によると4回目の時代、そろそろやべえじゃん。はい、どうも、世界の謎に迫るトゥランド Vlog の時間ですよ。しょーよいしょー。今回からは1万年以上前から予言を受け継ぐインディアン貴族についてお話していきます。これまでね、シュメール文明とかマヤ文明のお話とかいろいろ掘り下げてお話してきたわけですよ。でもこれってね、わずかしかヒントがない。もう書物が残ってないとか、遺跡が一部しか見つかってないとか、いろんな情報をつなぎ合わせてこうなんじゃないかって考察をしてきたわけなんですけども、このホピ族っていうのは1万年以上前から口伝いに予言や伝承、神話を受け継いで受け継いで受け継いで今もなお現存する民族なわけですよ。わあ、滅んでない。そう、さまざまな謎を解き明かす可能性のある、民族なわけですよね。今回はそのホピ族について徹底的にお話していきます。そもそもね、インディアンってどういう存在なのか。アメリカ大陸に昔から住んでる先住民族の話なんですよね。15世紀にね、コロンブスがやってくるわけですよ。大航海時代にね。で、インド探してたわけですよ。インドどこかなーって。あ、インド発見したーってバッと降り立ったら、そういうインディアンでちょっといて、インド人やーってなったんですよ。インディアンやーってなったんですよ。勘違いしたわけですよ。勘違い。アメリカ大陸やのに、インドと勘違いして上陸して、コロンブスさんはそのまま勘違いしたまま死んでいくっていうか、ね、新しい大陸見つけたぞってなって、ヨーロッパ諸国からブワーってね、アメリカ大陸をね、こう自分たちのものにするぞーってバンバン来るわけですよ。ほんで争いが行われるし、で自分たちの土地やでーってやっていって、そこに住んでる人たちを殺していったりとか、キリスト教化していったりとか、民族浄化って言われることをしていくわけですよ。インディアン自体はそういう風にね、いろんな部族がまずおるよってことを理解していただければっていうのと、あとちょっと顔がね、こう赤かったりするんですよ。その赤い感じの肌を持ってるってことで、レッドマンって呼ばれることもあるし、ネイティブアメリカンって言われたりもするし、自分たちのことをレッドマンって言ったりもする。レッドマンって言えばね、前回お話したトウモロコシのね、赤色なんやねんっていう。なかったね。なかったやん。黒白黄色ってはあるけど、人種的に赤ないやん。赤はもうこのインディアン。うわ、インディアンやん。レッドマンって言われてる。レッドマン。つまりこのトウモロコシの色は人種の色だっていう、人種の肌の色なんじゃないかって推測がよりこれ深まっていくというかね、強まるようなお話なんですけども、でこの数多く存在するインディアンの民族の中でもホピ族が特殊って言われてる理由はいっぱいあるんですよ。いろいろあるんですけども、まずこのホピ族のホピっていう意味ないやねんと。これ平和の民って言いますよ。平和の民。そう、彼らはね、全ての目に見えないつながりとか自然のバランスとかが滞りなくこう回り続けますようにって調和をずっと祈り続けてる。ほら、めっちゃいい人。だから平和の民って言われてるわけなんですよ。でそれを遥か昔にこの宇宙を作った創造主から、君たちそういう役割やから祈り続けてなって約束してるの。約束してる。いろんなこの調和を祈ってねと、で大地をケアしてあげてねっていう創造主から直々に言われてる。あら、すごい存在。でもしこの約束をホピ族が捨てた時は、この世界のバランスが崩れるとまで言われてる。めっちゃ重要。すごいね。なんかファンタジーみたいな存在ね。あら、彼らはね、とにかくね、トウモロコシの農耕とかはしてるんですけども、一年中いろんなタイミングでその祈りの儀式を行うんですよ。一年中してんの。そう。でこの世界のあらゆるものにカチーナっていう精霊が宿ってると信じて、その儀式の際はそのカチーナに扮装してこう踊ったり儀式を行う。へえ。でこのカチーナの中一種で有名な存在がこのココペリっていうね、見たことある人多いんですけど、こういうマークがね、世界中に広まったりもするんですけども、ホピ族が住んでる場所っていうのがフォーコーナーズっていう4つの州がまたがってる区域にホピ族は住んでるんですよ。へえ。でこれがもうとんでもない荒れ地で、メサって言われる大地の標高がもう何百何千メートルってあるこの荒れ地の上に集落を作って暮らしてるんですよ。えらいとこ住んでる、ね、もう何千年も暮らしてる。むちゃくちゃ不便な場所に存在するんですよ。ですよね。そんだけ不便でむちゃくちゃな荒れ地でも、ホピ族たちからすると大昔からの言い伝えでこの場所を選んだ理由が存在するんですよ。だから何千年も暮らしてる、この理由は後でお話しするんですけども、このフォーコーナーズの超荒れ地に住んでるこのホピ族の周りにぐわーっていろんな民族が取り囲むように生活してる。その中で一番大きい勢力がナバホ族っていう。ナバホ族。このナバホ族に関しては、アメリカからもう準自治国、
一つの国みたいな感じで認められてるの、ナバホネーションって言われてて、先住民族が準自治国として扱われることってめちゃくちゃ珍しいわけですよ。アメリカからしてもちょっと特殊な存在なの。ほう。でまあ、完全に余談なんですけど、うん、このナバホ族っていう人たちが扱う言語っていうのが、うん、むちゃくちゃ難しいわけ。むずい。ホピの周りに住んでるこのナバホ族の言語がもうなかなか理解するのが難しいぐらい特殊な言語を使ってて、うん、第二次世界大戦の時このナバホ族の言語が難しすぎるやろっていうことで、うん、暗号として使われた。暗号。そう、だから日本軍との戦いで盗聴とかしててなんか言うてんなみたいな。でも全く理解できへんし、いろんな解析チームがこう解析してもこの言葉が分かれへん。はい。ただただこれナバホ族の言葉を使ってただけなんで、覚えたんだ。もうそのまま使えるぐらい、そう、ナバホ族の言語暗号で使えるぐらい難しくて、日本軍も解読不可能やったんです。そういう逸話が残ってる。で、まあ、そんな特殊な民族にね囲まれてるこのホピ族なんですけども、うん、まあもうほんまそんなに大きくない集落なわけですよ、うん、でこの人たちが住んでる標高の高いとこにねホピ族の集落っていうのが3つぐらいあるんですけど、うん、天空のオリオン座の形と同じような形で集落を作ってるんですよ。でオリオン座の他の星があるところは、うん、昔ホピ族が住んでた形跡が残ってるんですよ。ああ、そうなんや。その要はオリオン座の形にこうずっとこう動きながら集落を作ってるっていう。なんのやっぱ天体を大切にしてるわけね。しかもマヤ文明では世界創造の日にうわーって地上世界の持ち上げがあった後に生命の木とかね聖なる3つの石をうわーって吸い上げてオリオン座の近くに置いたっていう描写があるんですよ。それとなんかオリオン座っていうのがちょっと気になるところではあるんですけども、ホピ族の伝承によるとこのホピ族はマヤ文明とも密接な関係があるとも言われてて、うん、どういうことかというと、実はマヤ文明の基礎を作ったのは我々の先祖だって言ってるんですよ。で調和の取れた千古天気から血塗られた古天気への移行があったんですけど、うん、この移行期にこのホピ族の先祖は今の土地に移動してきたんじゃないかとも言われてる、うん、あ、そのタイミング。そう。でその証拠に千古天気で見つかってる特殊な綿織物があるんですけども、うん、模様とか作り方っていうのが今でもこのホピ族に受け継がれてる、うん、あら。つまりこの調和の取れた時代に関与してたのがホピ族っていうふうにも考えられる。そんな感じでね、いろいろ謎だらけのホピ族なんですけども、彼らの交渉で伝わってる情報やと12,000〜3,000年ぐらい前から今のホピ族としての民族の形があるよっていう風に伝わってるんですよ。そんな古くから。むちゃくちゃ古いし、実際ホピ族が今持ってる一番古いものを放射性炭素年代測定っていう、うん、測定法で調べたところ、一番古いやつで4500年前のものとかを使ってたりするんです。未だに。12,000〜3,000年前からこの民族としての形あるよって言ってるし、実際調べて古いものはもう4500年ぐらい前、紀元前2500年とかマヤ文明とかより前のもう未だに使ってたりするわけです。激レア。激レアなんですよ。12,000〜3,000年前といえば大洪水が起こったタイミングなんですよね、うん、一度人類がこうブワーって浄化された後ぐらいからずっとこの民族として形があるよみたいなことを知ってか知らずか言ってるわけですよ。わお。でこのことからもインディアンのホピ族っていうのは、まあ、天なオリオン座とかもそうですけど天体の動きを大切にしているし、うん、ものすごいこう、ね、調和とか祈りを捧げる精神性の高い民族ってことが分かるわけなんですけども、うん、15世紀後半にそのコロンブスによってアメリカ大陸が発見されて16世紀からも侵略の歴史ですよね。うわーそこね。もうスペインとかポルトガルからいろんな人たちが来てもう次々大量虐殺、もともと住んでたインディアンたちはその場所から追放されまくるわけよ。出ていけってバンバンバンって撃たれたりとか、もうそんな中でも、うん、ホピ族とかはその土地を追い出されなかったんですよ。なんで？なんでか。めちゃくちゃ不便やったんですいやこんな土地使われへんわ、めんどくせ。ここ侵略すんのめんどくせ、あいつらも勝手にあそこ住んどったらええやん。まだいっぱいあるし土地みたいな。いらへんわ。いらへんわってなって残ったんですよ。なんかラッキーなの？そう。ラッキーみたいな感じ。しかしね、これ後に分かるんですけど、うん、このホピ族が住んでる土地、荒れ地ですわ、標高何百メートルある、この荒れ地、めちゃくちゃ地下資源豊富や。まあ、後にね、これ、アメリカ大陸気づいて、まあ、大変なことになるんですけど、ものすごい僕、宝の山みたいな、はあ、そういう土地なの。そんな荒れ地でいっぱいあるね。そう、掘り起こしたら、なんじゃこれみたいな。資源がすごかったわけですけど、まあ、そんなことを、ね、知ってか知らずか、うん、ホピ族たちにとってはさっきも言ったみたいにこの大陸に住む理由があったって言ったやんか、うん、つまり導かれてきてるのよ。おう、そう、最もその精霊の中の偉大な存在グレートスピリッツっていうのがあって、
って、うん、このグレートスピリッツによって導かれてこのホピ族はこの土地に住み始めたと。その荒れ地に。で、このホピ族が住むこの集落がある場所はアメリカ大陸の背骨って言われてるぐらい大事な場所で、自然界のエネルギーが全部ここに集まるみたいな。この土地に異変が起こるってことはもう地球もちょっとあやばいなってことが分かるぐらい超デリケートな場所や、あら、そこにホピ族はそこで見て見守れよと、ここの変化を見逃すなよって風な感じで住んでるんですよ。グレートスピリットに導かれてこの土地に来て、うん、神様から告げられたいろんな情報、そして予言、うん、それが神様が直接そういうことなんすねっていう言葉を聞いた、これがホピの予言として今も受け継がれてる。今もそうなんですよ。まあ、この話を詳しくしていくんですけども、うん、ホピ族の伝承によると、うん、この世界は4回目の時代って言われてます。今、そう、つまりそれまでに人類は3回滅んでるってことをホピ族は知ってるんですよ。知ってるんよ。そう、マヤ文明でも似たようなくだりありましたけど、うん、もう交渉によってなんで滅びたかっていうのを完璧に理解してるホピ族は。で、その過ちを繰り返さないためにこのホピ族は今もいろんな工夫をしてる。で、このホピ族がいやもうそろそろやべえじゃん、予言通りなんじゃんってなってるのがこの現代の世の中なんですよ。そう、まあ、その予言に触れていく前に、次回からはこのホピ族の神話、どのようにして世界が滅ん、人類が滅んでいったかっていうお話をしていきます。うわー、来た。ということで今回この辺でまたね。